はい、皆さんこんにちは。ターバルチャンネルのターです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、4月の肥料についてね、見ていきたいかなというふうに思います。このようにね、今並べているんですけども、左からね、ハイポネックスですね、液体肥料になりますね。で、真ん中ね、ストレスブロック活力剤ですね。で、ハイポネックス微粉ですね、こちらもね、肥料になります。今回ね、4月の肥料についてね、詳しく見ていきたいかなというふうに思います。ターバルチャンネルね、ご視聴してくださっている方はですね、毎週ね、こちらのストレスブロックとですね、ハイポネックス微粉の方をね、週1回株元に与えていると思うんですけども、このね、4月の肥料っていうのは、考え方もね、いろいろあるんですけども、我が家のね、場合ですと5月のね、開花にはですね、肥料を残さないといったことをね、心がけてまして、肥料がね、効いていると、つぼみがね、落ちてしまう現象だったり、あとね、花弁数の多い品種に関しては、ボーリングね、してしまう可能性もありますし、あとですね、奇形のね、お花がね、咲いてしまうといったこともね、起きるといったことなので、ターバラチャンネルとしては、5月はですね、肥料を一切切るといった感じで、このね、4月中旬にこちらのね、ハイポネックスですね、液体肥料になるんですけども、こちらの方をね、株元に鉢底からね、溢れるほどたっぷり与えるといったね、方法を取るようにしてます。それに加えてですね、週1回ね、こちらのストレスブロック活力剤とハイポネックス微粉肥料の方をね、与えているんですけども、こちらのね、ハイポネックス微粉はですね、肥料になるので、4月中旬ぐらいからですね、こちらのね、ハイポネックス微粉は与えずに、週1回ね、ストレスブロックだけね、与えていこうかなというふうにね、考えてます。このね、組み合わせについてはですね、また6月頭ぐらいからね、スタートしていこうかなというふうにね、考えてます。なんでね、今日はですね、こちらのハイポネックスの方をね、株元にバシッとね、与えていきたいかなというふうに思います。はい、それではね、ハイポネックスの方見ていきたいと思いますけども、窒素、リン酸、カリがね、6対10対5といったことで、リン酸がですね、非常に多いですね。で、バラとね、いった欄を見てもらいますと、水量10リットルに対して、500倍といった感じですね。キャップ1杯がですね、20ミリリットルといったね、感じになります。使用間隔はね、1週間に1回といったことなので、このね、4月中旬に1回ね、バシッと与えたいかなというふうに思います。で、ここはですね、愛知県になるんですけども、見てください。もうこんな感じでね、学割れ、もう終わってしまってね、もうすぐ咲きますよといったね、感じになっている品種もありまして、こちらはですね、アップルローゼスさんの、パウルクレイになるんですね。このようにね、学割れしてるね、品種もありますし、まだまだね、つぼみの状態のね、品種も、たくさんあるんですけども、ほとんどのね、品種がつぼみついているね、状態になってますね。こちらはね、水谷農園さんのエンジェルレッドですけども、学割れね、始まってますね。やはりね、今年は開花がね、非常に早いんじゃないかなといった感じに思いますね。液体肥料なんですけども、このね、学割れが終わってる状態ですね。こんな感じで。こういったね、品種に関しては、液体肥料ね、与えるタイミングとしてはですね、若干遅いんですね。このタイミングで与えてしまうと、肥料がね、効いた状態で開花してしまうことになってしまうので、残念ながらね、学割れが始まっている品種に関しては、今回のね、4月中旬の液体肥料の方はですね、やめておこうかなというふうに思うんですけども、しかしながらね、このようにね、つぼみもですね、まだまだついてるんですね。こんな感じでね。で、このね、つぼみに関してはですね、冬にね、こちらでね、強剪定終わってるんですけども、ステムがですね、5センチぐらいですね、もう5センチぐらい伸びて、もうつぼみをね、このようにつけているといったね、状態になっていまして、こういった感じでですね、早くね、咲いてしまいましたっていうね、お話も、視聴者様からね、聞いてまして、その原因というのはですね、水やりなんですね。根っこが上手にね、腫れてないんですね。なんでね、このように、花枝ね、ステムが短くて、つぼみをね、つけてしまうといった感じなんで、今後ね、このパウルクレイに関しては、水やりね、少し気をつけていきたいかなというふうに思ってます。で、今回ね、こちらのつぼみだけね、もう少しで咲きそうなので、もったいないですけどね、花首で剪定しまして、
で他のつぼみはですね、まあ、4月下旬前にはね咲くのかなといった感じでね、まあ、咲き揃えたいので、まあ、あちらのつぼみは、まあ、もったいないですけども、まあ、剪定をしてですね、まあ、液体肥料の方を与えるといったね、まあ、感じにしたいかなというふうに思います。でこちらね水谷農園さんのエンジェルレッドですけども、まあ、こちらはですねガク割れしてますね。中の赤色がですね若干見えてますね。まあ、こちらのねつぼみもそうですね、赤色がね見え始めてますね。まあ、全体的にガク割れが始まっているので、まあ、この子に関してはね、まあ、液体肥料はやめておこうかなというふうに思いますね。まあ、隣のねノーブルシャインはですね、まあ、このようにねつぼみまだまだガク割れもせずにね、まあ、しっかりバラゾウムシにもねやられずに、まあ、頑張ってくれてるなといった感じなんで、液体肥料ね与えていきたいと思います。じゃあね早速液体量のね与えていきます。こちらアップルローゼさんのラフメーカーですね。こちらもねつぼみがついてまして、ガク割れの方はねまだしてないのでバシッとね液体肥料を与えていきたいと思います。このようにですねまんべんなくねジャーッと与えてもらって、で鉢底からね溢れるほどしっかりね与える感じですね。ザーッとね流してるとですね鉢底からタラ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 と流れてくるので、まあそうしたらね OK です。あこんな感じですね、流れ始めましたね。まあ、こういったね状態になって OK といったね感じになります。我が家はですね今回鉢バラのみのね、まあ、管理になっているんですけども、まあ、昨年はね、まあ、10円のバラも育ててまして、まあ、10円に関してもですね、まあ、大体、まあ、2リットルくらいですかね、まあ、液体肥料の方をバシッと与えたと。はい、今日はですね4月の肥料についてね見ていきましたね。まあ、我が家では、まあ、ハイポネックスの方をバシッと与えると。でストレスブロックとねハイポネックス微粉に関してはストレスブロックのみをね4月中旬から、まあ、6月頭ぐらいまでね、まあ、週1回与えるといったね、まあ、感じになりますね。まあ、肥料にね関しては考え方がですねいろいろあるので、まあ、ターバラチャンネルはねこういった感じで、まあ、肥料の方はね与えてますといったね感じで、まあ、少しでもね参考になればいいかなというふうに思います。まあ、我が家もですねこのようにもうつぼみだらけといった感じでね、まあ、水やりもね2日に1回と、まあ、かなりねペースが早まってきましたね。5月の爆咲き満開に向けてですね、まあ、まだまだね頑張っていかないといけないんで、暑さにね負けず春バラね楽しみに頑張っていきましょう。今日はですね、ナビちゃんは水色のね、エプロンをしています。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。さよなら。